はい、札幌占い美容室早まかしの後藤です。こちらはね、前回の、動画で説明した宿毛矯正の綺麗な色の入れ方です。これ前回の動画を見てください。では今日は、カットの方からちょっと入っていきたいと思います。こちらはヘナジェルをつけて、オーガニックヘナジェルをつけてですね、綺麗に乾かすようにしております。はい、でですね、アイロンの時と一緒なんですが、このように縦に引き出して、この大バルタンという7インチのシザーの方で、中のですね、熱でちょっと硬くなってしまった髪の毛だったり、伸びてきてるですね、子供の毛、あともしくはそぎの部分ですね、こちらを綺麗にですね、なじましていくことによって、より、ツルツル、サラサラっていうような質感が作れます。で、横でやらない理由としては、横だとやっぱり取れなかったりとかする場合があるのと、あと表面を切りすぎてしまって逆にパサついてしまうということがあります。なので、今回はこの縦に切ってるのと、あとモデルさんの毛量が非常に多いっていうことですね。それもやっぱりありますね。縦でやっていく理由としては、で、縦で、左手でですね、コームをロックしてるのが分かると思うんですけど、これでコームでロックして、面をきれいに出すんですね。ここがポイントなんですけれども、このコームをきれいにできればあとハサミを入れるだけなんで、でこの7インチシザーの大バルタンは刃先がですね、特殊加工をしてて、世界にこの一つの形なんですけれども、バツッとこう切れなくしてるんですね。本来通常のハサミでこういう豪快なカットしちゃうと完全に根元側から髪の毛がバツッて間違って切ってしまうかってこともあると思うんですけど、これはそういう心配がまずないです。で、R バーなんで、これを、R バーの向きですね、丸く入れたり、ちょっとコンケープで入れたりですね、コンベックス入れたりっていうのができます。はい。まあそこがですね、収めたい方向ですね。コンケープで切ると髪の毛が散らばりますけど、コンベックスで切ると髪の毛が収まると。いうような感じで、その辺は切り方でちょっと変えておりますね。はい。でまあこれはね、一応ちょっとモデルさんが急いでいたんで、パパッと仕上げてですね、終わった感じですね。大体矯正とかって2時間以内です。はい、ありがとうございました。